今客引きで、ちょっと救急車運ばれたけど、客引きで調子乗ってるやつ、そいつがヤバくないやつ、ヤクザみたいな暴力団みたいな感じで壊滅、裏の組織や、それを調べろ。速攻は警察だ。こっちの DM で一回、まあ直にパソコンで来るんだよ。その人パソコンも僕持ってるもんで、それで DM で車で分かるんだよ。盗難車だってすぐに。だから、ね、お前には常習犯でぼったくりキャバクラみたいな感じな、キャバクラとかそういうのもあったよ。それとそれにそっくり全くだよ。とりあえず酒を飲んで金を騙し取る手口込めよう。裏で殴って人を殴って傷害致死、それは分からんよ。その裏の組織が警察は酒に薬物などを混ぜて記憶をなくさせ、多額の請求をするケースがあると警告している。まあ気をつけろ。速攻。